灼熱の竜気兵は、田中義樹による日本の SF 小説。また、それを原案とする、シェアードワールドの小説シリーズ。26世紀の太陽系には、地球の人口問題を解決するために、木星を解体して新たな地球型惑星が15個、作られているという設定で、新惑星の一つであるザイオンを舞台に繰り広げられる、地球からの独立戦争を描いている。 1988年にドラゴンマガジンにて連載を開始。富士見ファンタジア文庫にて雑誌掲載文が第2巻まで刊行され、書き下ろしで第3巻が刊行された後、長らく中断していた。また、1990年には第1巻、第2巻のカセットブックが同社より発売されている。2002年にエニックスの EX のベルズから、 富士見版の3冊を過失修正した再編集版の第1巻、第2巻を刊行。それに並行して作品のシェアードワールド化が図られ、同レーベルから灼熱の隆気兵シェアードワールズと銘打って複数の作家による作品が刊行されている。なお、これらの作品では田中芳樹は原案としてクレジットされている。田中芳樹による 初期シリーズでは、北爪広之が差し絵を担当。シェアードアールズ作品での差し絵は、レインボープラネット及び、ブルーストリームは北爪、ハイムーン、銀月の嵐及び、ゴールデングリフォンは、オチ広之が担当している。灼熱の竜気兵レッドホットドラグーンパート1、惑星ザイオンの風 ISBN 978から4から829123010。 パート2、惑星座用の嵐 ISBN978 から4から829123287。パート3、太陽系の風 ISBN978 から4から829125243。ISBN978 から4から757507470。ISBN978 から4から757507487。 灼熱の隆気兵シェアドワールズシリーズレインボー、プラネット ISBN978 から4から75750784五ブルーストリーム ISBN978 から4から757508583ハイムーン、銀月の嵐 ISBN978 から4から757509986ゴールデングリフォン ISBN978 から 4から757510128、灼熱の竜気閉レッドホットドラグーンパート1、惑星ザイオンの風 ISBN978 から4から829195031、パート2、惑星ザイオンの嵐 ISBN978 から4から829195055ハと ABC 観光時期が、同社の合併、解明の時期と前後するため、 後発の2冊は新会社からの観光となっている。ありがとうございます。